人間慣れてきちゃうよね。だけど僕はでも調子に乗らない、ちゃんと、うん、あ、確かに声優雅さんに似てる。まあ、それもよく言われるんですよね、なんかいろんな人に言われる、それ配信者の人に。似てるわ。ついてる。どこに？あ、ついてた。まあそれはそうだよね。それは食べたいよね。それはね、当たり前やな。いや、マユはもうね、ダイエット中だから、25日、あ、昨日見た？誠司さんと平平さんのバトル。いや、見てないですよ。ボクシングしてたんだよ。え、そうなの？そうだよ。見た見た。え、ガチスパーリングなんですか？そう、ガチガチの。試合なんてね。で、25日ラウンドがあるのかな？うん。ダイエットしないと。うん。うん。一番7000日じゃんね。がっかりした。いや、無理だって、誠司さんの年齢と体重と。絶対勝てないじゃん。ヘイヘイがパチオジに追っかけられてたの見た？あの、スパーク僕見に行ったんですけど、去年、あの、誠司さんとパルパルさんの試合すごかったですね。忘れちゃった。めっちゃすごかったですね。反則って、あの、ギューってして、でもあれどっちみち負けてたじゃん。どっちみち負けてたから、まあいいんじゃない、エンタメで。あ、そうなの。誠司さん面白かった。うん、いいな、僕もなんかああいう試合出たいな。うん、なんか普通に負けるのよりも、あ、なんかちょっといいじゃん、そっちの方が。インパクトあるよね。うん。あの二人は因縁の仲悪かったのかな。うん。カシン君誰かいないの？因縁の。ええー。うん。戦いたいって人いないの？え、リュウヤさん。あ、リュウヤ？うん。あ、リュウヤさん。なんで？なんとなく。なんとなく？うん。もう今ってリュウヤって何やってるの？リュウヤ君は。あ、わかんない。多分普通に昼間の仕事じゃない、多分。リュウヤ君も逸材じゃん。うん。なんでやんないの、配信？知らない。やった方がいいよね。まあ面白いよね、リュウヤ君みたいな。女芸めっちゃ面白いんだよ、リュウヤ君って。まあ、もともと女芸でしたよね。うん。いや、もうカシン君食べたらもう、帰るんだよ。まあ、カシンくんち潜入して。いやー、でもね、さとみさん寝てんじゃないかな。さとみさん
礼じゃない、しかも今から言っていいですかって、うん、うまっ、うん、オタク訪問今から行くからね、カシン君おっかんやな。どういう生活してんのカシン君は果たして、うん、いや置いて帰ったらまずいじゃんそれは、うん、ちゃんと送りますよ。あ、ちょっと里見さんに電話してみるか。はい、里見さんに電話。結果が見えた、はい、結果が見えた。僕にちょっと行ってまゆさんを送り届けると、うん、今日それ以上の展開はない。昨日長時間配信で疲れてんだ。やるへそ築地はね、朝だよ築地って、ね、行くんだったら。でなんかね、週のどっかで築地ってお休みの日があってね、それが火曜日なのか水曜日なのか忘れちゃった。なるほどね、うん、そう行くんだったら朝。まだしてない歯磨き。しんくん、どうした？もう、うん、あれこれマジで困るのが、うん、そういうノリなのかわかんないけど、うん、あのノリで言ってるのかわかんないけどさ、うん、あの何、昨日もさ、うん、築地行くってなってたじゃん、うん、まずダメ、なんか本当に薬飲まなきゃいけないとか、うん、なんか眠くないって言ってたしさ、うん、寝不足だったら寝不足って言って。分かった分かった分かった、そう変な隠さないで。分かった。先週築地行ったけど、あ、そうなんだ。カシン君足りる？うん、大丈夫大丈夫。そうじゃん、うん、いやーごちそうさまでした。いや洗いますよ。うまかったか。いやマジ美味しかった。よかった。こっちゃんごちそうさまでした。ごちそうさまでした。冷蔵庫の綺麗に野菜食べないとな。うん、いやうまっ。あ、ネギちゃんもさ冷蔵庫入れて、うん、キムチとケチャップと、くれたの洗ってくれるの楽。洗い物がちょっとね大変じゃん。いやでもそれはねやっぱりね作っていただいてるんでね、これ全部一人じゃきついって。うん、ふじみさんのはまあいいんじゃない。だってあの接点がないからな、ふじみさんツイキャス配信者でしょ。うん、接点がないからまあ。あ、わかる。ね、カシン君、
美味しいって言ってね、美味しい美味しいって言ってくれるのね、嬉しい。本当？うん。え、だって別に、え、本当のことだよ。あのほら、うん、なんだろうな、古き良き時代、なんか古風な人はね、黙って食べるんじゃない？他なんけど。あ、そういう人いるよね。うん。なんか。それはな、だからさ、これがなんか結婚なんかなって思った。結婚が10年20年ってなったら、うん、黙って食べて、うん、なんじゃないきっと。あれ夫婦生活っぽいなって思った。あ、黙って食べて、うん、まあ、結婚はもうな、難しいテーマやな、うんうん、そうそう、ありがたみが薄れて言わなくなる。何が？やっぱそのね、ただ辛いことをやっぱ経験することによって、やっぱその普段ね、ありがたみめっちゃね、嬉しくなるからさ。あ、炊飯器もいい？お米冷凍するわ。まあこれがまあ本来結婚生活やったら、もうこれでもうお風呂の時間だよね。でもう寝るみたいな。あ、違うか、朝ごはんだから、まあ、これからも仕事行くんだ多分な、うん、行ってきますみたいな。なんで、あくまでもこれが夫婦だったらっていうことじゃん。ね？あー、ちょっとこれ違うかな。ね、それはもう、まあでもさ、カシン君も結構クズなんだよ。だってバツ3で養育費あげてないんだからね。で、子供にも会わなくても別に平気なんでしょ。やっぱカシン君もおかしいよね。あれ、いろいろあるじゃん、そんなのさ。カシン君汚れてんじゃん。気をつけてね、落ちなかったな。たっぱね、難しい。なんだか溶けてんのかな。てか多分たわし溶けてんだと思う。たわし必要する、たわし、そうだよ、バツさんが全部さ、女が絶対悪いとも限らなくね。いろいろね、その夫婦生活にいろいろあるんです、それは。だから家臣君で一途に見えてさ、うん、ね、それぐらい結婚って大変ってことか。大変なんだよ、一途な家臣。
シンくんでさえも養育費を逃げるんだからさ。ちょ、で逃げてない、いらないって言われたの。だからそれレベルってことじゃん。違う、いらないから使われたくないってこと。いや、そういうことじゃない。そんなことない。いや私自立できてないもんだって。いや、そうやん、だって自立やん、だって普通にこうやって一人暮らししててさ、かっこいいやん、普通に。仕方なくだよ、仕方なくで。いやー、自立したくないもんだって。どうぞタバコ吸ってください。うん、うん、一人暮らしが自立、うん、じゃあなんでさ、バツさんでさ、うん、全部の別れた理由って何だったの。別れた理由、普段やってることがその何両立できないっていう感じ。普通の家庭を持つと、うん、僕がやりたいことができなくなっちゃう、うん、ってところかな。例えば、うん、なんかいろいろ制限かかっちゃうじゃん。家族いたらこの時間に帰んなくちゃいけないとか、うん、あれは夜だったり夜。だってそんなのさ、うん、当たり前じゃん。いや、まあ当たり前のことなんだけど、うん、ちょっと僕はそれちょっとなかなかできないから、うん、俺なんだかんだ自由だからさ、うん、うん、でも確かに、うん、カシン君って優しく見えて意外と頑固だよね。だって来ないでって言っても勝手にストーキングするじゃん。まあそうだね、うん、頑固なところあるよ、うんうん、クズだクズ。お姉ちゃんさ、え、お姉ちゃんさ、何、お姉ちゃんさ、喧嘩売ってんの。喧嘩したいんだったら、喧嘩するんだったら喧嘩するんでいいよ。喧嘩するようにそれ別に見せることできるよね、お姉ちゃんさ、ねね、これ喧嘩をしようっていう合図だよね。違う、いいよ別に喧嘩するんだったら別にいいよ、しても別にバンにならない。出てってくんない。しかも包丁洗えてなくない。怖いの、じゃあ包丁洗い方どうすんのこれ、怖いの。見して、うん、全然洗えてないじゃん、全然洗えてないじゃん。ごめんなさい、すいません、洗えてないよ。すいません、すいません、怖い、ごめんなさい。ちゃんとここ見ないと、ほら見て、どこどこ、ほら弾いてんじゃん油が、okay? うん、洗えてないよ。わかったわかった、やめて、そこ、でこれで違うの、これ怖いのよ、こうやってね、こうやるじゃん。万が一これ手切っちゃったら怖いなって、こうなっちゃう、弱気になっちゃうの、こうやってたわしっていうか、そのスポンジでやんないと。こういうこと、そう、手でじゃなくて、あ、こう、こう、え、え、逆に逆、危ない、それ危ない、逆、あ、これ危ない、うん、逆、あ、逆、あ、こう、うん、あ、こういうことね。洗ったことないの。あ、包丁入れてもこういう洗い方よね。やっぱ実家済みなんじゃない、やってもらってんじゃない。ないよ、だってここまでって、その同居人に全部やってもらってんの。